今日はスーパーのロースカツ弁当約500円でした。リッキー。あとはエースコックのスーパーカップ 1.5 鶏ガラ醤油、はい、醤油、自分スーパーカップ醤油か豚キムチか豚骨ばかり買います。 1.5 倍の実感はいつも感じません。というわけでこちらで食べたいと思います。よしこ、さあ食べよう。腹減った。よし、あ、はい、どうも、パテモス協会でございます。というわけで今日はスーパーカップと500円のロースカツ弁当でございます。よし、行くぞ。なんか久々やな、なんかカップの麺が久々な気がするけど、そうでもないかな。ああ、焼きそば食うてるか、うん、レッドシーフード以来か、うん、これにはこれよく混ぜて黒胡椒かけよう。というわけで食べたいと思います。いただきます。うん、めっちゃいい香り。やっぱこう胡椒をかけたらめっちゃいい感じ。あ、うまい。これこれ、このコーンもいい感じやわ。うん、やっぱ醤油を裏切らん。うん、うまい。昨日届いたね、学校行ってて。うん、まあ月1回なんですけど、やっぱり多少の緊張感から疲れるね。うん、2日も行くとドバッと作れるから、毎日学校行ってる人とかになってくると習慣っていうか生活になってるから、そんなにでもないんかもしれんけど、久々の学校ってもすげえなんか神経使うわ。それプラスやっぱね、あの先行販売のどんぶりもほぼ送ったんですけど、1名割れてる方いてね、うん、まだメルカリとやり取りせなあかんしさ。知ってました？ヤマトのメルカリ便のヤマトで発送したってヤマト保証しないんですよ。メルカリ便ってメルカリであの対応なんですって、うん、だけどすぐ返金してくれましたよ。返金、向こうに返、向こうに返、あの取り消しと、こっちはあの返金による支払いしてもらえたから。対応は早かったね。そんなやり取りしてたり、10日ほど前に買ったね、お魚さんが、魚ね、買った時はずっと調子悪くて、ショップに次の相談しに行ったりとかね、うん、まあ、動画でも相談したよ。だけどね、
俺なんて周りにアクアリウムやってる友達が一人もいへんから、やっぱ YouTube で、ね、すごい親身になってねコメント書いてくれる人多くて、うん、心配してくれてる人とかね。いやー、 YouTube も使い方によってはすごいなと、うん、ありがたい、本当ありがたい。もう周りに一人もそういう相談できる人いいのに、ネットっていうか YouTube で知り合った人がすごい親身にね相談乗ってくれたりアドバイスくれたりとか、動画上げててよかったなと思うもんね、やっぱね、うん、まあその方々とコメントでやり取りしてたりとか、なんやかんやとこの2日間慌ただしく、うん、やっと今日休みっていう休みで、まあやらなあかんことだしね、掃除とか、うん、洗濯とか、水槽の水替えとかもしてたし、まあ、一瞬で午前中終わったね。今買い物行ってきて、あ、そろそろ鍋の季節かなみたいな感じでね、白菜と豚肉、あとキノコ類とか、あと牛すじ煮込んだやつの後で、豚軟骨と大根と卵を今煮込んでて、これを昨日の晩からね、晩酌でね食ってるんですけど、なんかやっぱ秋って食がワクワクしますよね、うん、食がワクワクする、うん、なんか秋の味覚ナンバーワン、当初ね秋の味覚で思い浮かぶナンバーワンは栗だそうです、うん、そうなんや、まあ確かに栗かな、松茸ではないよな、まあ、松茸と思い浮かべんな、サンマ、いろいろね、まあだけどあったかいもん、うん、ちなみに10位はねリンゴらしいです、あとは覚えてません。まあ、梨とか柿とかも入っとったけど。あと柿とかね。うん、柿は入ってなかったわ、うん。あれ別に秋じゃないもんな。さつまいも、うん。思い出してみよう。ボケ防止のために思い出してみよう。何があったかな。なし、りんご、うん、で、さんま、うん、あれは何やったよ、無理です、思い出せません、うん、無理だわ、10個あったはずないよな、あ、キノコね、うん、キノコ、あ、キノコってあったけど松だけは別ないな、これは、うん、さあ、ブドウ、うん、
ブドウって言ってたの。かぼちゃ、うん、結構覚えてるやん。もう10個いったかな、うん、10個いったと思うわ。うまい、うん、あ、とんかつうまいな。この後今ね、30センチの水槽に入れてるグッピーがね、もうね、すごい増えてきてね、でかくなってきてね、キュウキュウなんですよ。なんでちょっとね、もうグッピー自体ももうこいつら増殖するのうまいこと制御しようかなと思ったけど、まあ、増殖よ増殖したいですけど、もう大いに繁殖してくださいっていうねシステムを作ろうと思って。冬対策もしてね、ちょうど今も水槽にヒーター入れて冬対策してますわ。ちょっとずつ水槽触っていくとね、すごい時間経つ。でも朝7時半に起きてね、餌やって家の掃除と洗濯してでそれから水替えしてヒーター入れたりとかしてたらもう12時だったもんな。怖いわ。はい、というわけでパテムス協会、まあ、スーパーで買ってきた500円弁当とエースコックのスーパーカップ食べました。とっても美味しかったです。というわけでごちそうさまでした。皆様、週の中日頑張ってください。